どうもどうも、中野実験室です。引き続き、ジャンプの感想を続けていきます。今回感想を話しますのは、フルドライブ第4話クローズ&ファーストです。新連載の1回目に感想を上げてから、今まで YouTube での感想は、してなかったんですけど、4話目にして結構好きになってきたっていうとあれですけど、徐々に作品の雰囲気を楽しめるようになってきたような気がします。ちょっとヒロインが主人公のことを悪く言いすぎじゃないかっていうような気はしてたんですけど、そのあたりも、慣れたと言いますか、つかめてきたと言いますか、若干この作品の方がマイルドになったと言いますか、そんな気はします。試合があったりして、結構誰得なシャワーシーンがあったりとかして、そして今回のメインはその、なんとか卓球アカデミーから帰宅するシーンだと思うんですけど、このシーンの雰囲気が結構好きでしたね。初新連載の作品ですので、多分技術的に、まだまだ発展途上なところはあると思うんですけど、この月を見ながら、月と太陽のことを語りながら、駅まで歩いているというシーンは、なんというか雰囲気が好きでした。それと同時に妙にこうじわじわ来るところがありまして、使ってるページ数と話してる内容の情報量が折り合ってないというか、2ページ使ってるのに、訴えかけてくる情報量はこれだけなのかみたいなことがありつつ、でもその場面の雰囲気は結構いい感じなので、全面的に否定するというよりはじわじわとするものがありました。不思議な感じです。そしていよいよ、大園学園に入学するということで、次回に続くみたいな、次回新展開ということで、スポーツ漫画あるあるで、一癖も二癖もある先輩たちが出てきそうな雰囲気がある。で、その最後の見開きも妙にじわる感じがありました。定番だとこの後部内で先輩たちと試合して、それで強さを認めてもらって、その次の展開としては大会が始まるか、もしくは練習試合があるかとかだと思うんですけど、どのように進んでいくかが楽しみです。どうなんでしょうね。連載的にこれが長く続くかどうかっていうのはまだわからないんですけど、今回読んでみて、結構好きだなと思えるところもあったので、期待したいところです。てなわけで、フルドライブ第4話の感想でした。またお会いしましょう。さようなら。